21番いきます。21番、健康課金ですね。健康課金って言ったら、まあ、基本的にはなんか中にあって肩甲骨の前面にある筋肉だよねっていう話なんですけど、こんな大事な筋肉はないぐらいっていうことですね。ローテーターってさっき言ったように小円筋、極下筋、極上筋、肩甲下筋なんですよ。こんなにはないですけど、ちょっと今大げさにするために。そうするとこの3つを担ってる1個の筋になりますよね。たまに極上筋が前に来ちゃうとこの2つになっちゃいますけど、1つのこういう球体の中で、まあ、大結節ですね、大結節、上腕骨の外側面から見た感じで鍵盤でいくと、ここに小円筋、極下筋、極上筋があって、肩甲下筋っていうと、やはり外旋筋群、内旋筋って考えると、まあ一つの筋が担ってると。でもこの肩甲下筋見ると、肩甲骨見ると分かるんですけど、めちゃめちゃ波打ってんですよね。波打ってます。これも触ってみてください。こうやって触ると少し波打ってますよね。それを皆さん触ってみて。そうすると、まあ健康課金って1個の名前なんだけども、まあその場所によって極下